あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、ラナシケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。ではまず質問を読ませていただきましょう。ケンケン TV でもベストバイ動画を作ってください。ケンケン先生らしい他の人と被らないものがいいです。はい、質問ありがとうございます。ベストバイ動画依頼されたから全然やりますが、他の人と被らないってちょっとハードルを上げられてしまいましたが、まあできるだけね、他の YouTuber さんとかが紹介していないものを上げていきたいんですけども、まあ 100% ね、被らないっていうのは無理ですけどね。ということでね、今日は10品紹介したいと思いますが、あくまで関西のおっさんがセレクトするものですから、全員にね引っかかるか分かりませんが、僕が紹介した中で自分に合うものを買ってもらえればと思いますね。ではうだうだ言ってても仕方ないので行きたいと思います。まず1つ目、はい、これですね。プロテクデオルラントソープポンプ 420ml です。 Amazon で500円ぐらいでした。これは何かと言いますと、ボディシャンプーなんですけども、おっさんにおすすめのボディシャンプーですね。というのもですね、おっさんといえば加齢臭、加齢臭といえばおっさんです。そこら辺を気にしている人は特にね、このシャンプーは匂いを消してくれると言われるシャンプーで、 Amazon でも非常に評価が高いですから、ぜひ皆さんにも一度試してみてほしいなと思います。まあ500円ぐらいですし、そんな失敗はないんじゃないかなという気がしますね。では次に行きます。2つ目、じゃん、これですね。エブリシングバットザベーグルセサミシーズニングブレンドです。ちょっと名前が長いですけども、これね Amazon には売ってないんですけども、楽天さんには売ってます。楽天さんで1700円ぐらいでした。これはですね、まあ何かと言いますと、いわゆる調味料です。和歌山の幸太郎さんの塩コショウと総引きをなす最強の調味料ですね。僕たちトレーニーはですね、卵をよく食べるんですけども、卵につけるもんがだんだんなくなっていくんですよね。マヨネーズとかは脂質が多いのでつけれませんし、まあ塩とかポン酢とかね、先ほど言いました幸太郎さんの塩コショウとかね、そういうのつけていくんですけども、それに困った時にこれですね。これね、一度試してください。たまにおしゃれなカフェとかですね、ご飯屋さんで置いてるとこありますが、おすすめの調味料でございます。次、3つ目、はい、これですね。ハインツのトマトケチャップノーシュガーアッド低糖ケチャップです。これはね、 Amazon さんで2300円ぐらい。僕の調べではですね、日本では砂糖なしのケチャップがないんですよね。ひょっとしたら僕が調べ足りていないだけかもしれませんけども、このケチャップは低糖質のケチャップなんでおすすめです。ちょっとね、この量で2300円なんで値段は高いですけども、やっぱりね、このここに書いてある、見えますかね、ノーシュガーって書いてあるんですけども、普通の日本のケチャップだとですね、糖質が入っていますから。2つ目の商品の時も言いました、卵を食べる時にですね、ケチャップを使いたいんですけども、ぜひ低糖質のケチャップを使いたい人におすすめでございます。これね、ノーシュガーと書いてある割にはですね、普通のケチャップと変わらない美味しさですね。はい、ですからこのハインツの低糖ケチャップおすすめでございます。次、4つ目、はい、ネイチャーズウェイの MCT オイルでございます。これね、 Amazon で3000円ぐらいでしたかね。結構高いですね。まあ最近流行りの MCT オイルでございます。これはね、まあ料理にちょっと入れてみたりとかですね、まあ僕はよくプロテインに一緒に入れて飲んでます。 MCT オイルの中でもこれ評価が高いんで、僕はこれを取っていますね。次、5つ目、これですね。エプサムソルトのラベンダーの香り 2.2 キロでございます。 Amazon さんで1300円ぐらいでした。以前にも僕はエプサムソルトを勧めていたんですけども、これはですね、そのエプサムソルトに匂いがついているというだけです。以前のね、エプサムソルトももちろん体がすごい温まって、はい、発汗作用がすごいあるんですけども、匂いがなかったので、入浴剤っていうと匂いが欲しいなっていう方にはおすすめですね。まあ、ちょっとエプサムソルトが飽きてきたんで、このラベンダーの香りの方を買ってるという話ですね。はい、次、6つ目、はい、これですね。ダンディパック本格オートミールロールドオーツです。これはね、1キロ2個セット2000円くらいの Amazon さんで僕は買っていますね。オートミールの動画でも言ってたんですけども、今までオートミール散々失敗してきました。8回から9回ぐらいいろんなオートミール食べてですね、結局食べれなかったんですけども、このオートミールとね、あとはクノールさんのポタージュの素と合わせることで、なんとかオートミールが食べれるようになりました。オートミール挑戦してダメだった人も、よかったらね、これでもう1回挑戦してみてください。はい、7つ目です。ネイチャーズジンクキレート100カプセルです。これ Amazon さんで1500円ぐらいしてね、まあ普通にこれ亜鉛です。亜鉛を飲むことによってですね、まあ風邪や感染症の防止ということで飲んでいますね。なかなか亜鉛って取りにくいので、僕はこのネイチャーズウェイさんのを飲んでおります。次、8つ目、はい、これですね。ロジクールワイヤレスマウストラックボール無線 M575S です。 Amazon さんで5000円ぐらいでしたかね。これ重大ニュースでも入れましたけども、このトラックボール非常に使いやすいです。マウスを若い時から、まあ30年ぐらい使って
ってきましたけども、トラックボールに変えました。僕はすぐ手に馴染んだんで違和感がほぼなかったですね。これに変えてですね、もうずっと置いとけますから、今までマウスをこうやってですね、何回も何回もお茶とか水とかコーヒーをこぼしたので、このトラックボールにしてからですね、一切そういうことがなくなってですね、非常にパソコンライフが向上しました。よかったら皆さんも使ってみてください。はい、9つ目、じゃん、タマカズラプレミアムカレーです。これは以前どこかの動画で紹介したと思うんですけども、タマカズラさんっていうね、日本で一番手に入れにくいインスタントカレーがあるんですよね。1個1000円で、はい、それのプレミアム版が発売されました。これめちゃくちゃうまいです。まあもちろん1000円の通常バージョンもめちゃくちゃうまいんですけども、このプレミアムバージョンが出たんで紹介させていただきました。すぐネットでは売り切れになるんですけども、タイミングが良かったら買えますから、よかったら皆さんも挑戦してみてください。最後10個目は、はい、ことぶきカルビ田城さんのカルビです。まあいわゆるお肉ですよね。はい、これね、一応案件なんですけども、お金はもらってません。よくうちのチャンネルに商品プレゼントするので紹介してほしいってね、来るんですけども、初めて紹介させていただきました。美味しかったら動画にしてほしいということなんで、美味しかったので動画にさせていただきました。初めてですよね、案件系。お金はもらってませんけども、商品お肉をいただきました。ありがとうございます。一応クーポンコードなどもありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。まあね、タンパク質なんでありがたくいただきました。ありがとうございます。こんな風にね、良い商品を販売している方は言っていただければまた紹介させていただくこともあります。ただね、忖度なしでガチでいい商品のみを紹介しますので、商品自体が悪かったらですね、これは紹介できませんということはあると思います。ただお金は一切いただきませんので、メールフォームから依頼してもらえればと思いますね。はい、ということで本日はベストバイ10選やらせていただきました。本日もありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。